1000万の借金を肩代わりしてほしいの。義手の一生のお願いを叶えてくれるよね。そういう話は私じゃなくて夫にしてもらえると助かります。弟はユーナさんに頼めって言ってた。リクトが結構な額を貯め込んでるって聞いたわよ。確かに独身の頃から貯金が趣味ですけど、それにしてもどうしてそんな大金なんて。夫が借金作って他界したのよ。お兄さんが浪費癖がひどそうには見えなかったんですけど、あいつの保険金だけで全額返せなかったし、本当に役立たず。亡くなった方のことをそんな風に言うのは良くないと思います。金がない男は価値なしってよく言うじゃない。初耳です。ああ、もっといい保険に加入させておけばよかった。というか、生かしておいた方がマシだったかも。なんだかその言い方、他界することを事前に分かってたみたいに聞こえるんですけど。そんなわけないじゃない。ただ私は、マサヤに生きていてほしかったって言っただけ。まだ29歳でしたからね。歩道橋から足を踏み外して転落なんて、運が悪すぎます。夫がいなくなっていろいろ考えることがあるの。いろんな思い出が蘇ってきて辛くなってくる。こないだ葬儀が終わったところですもんね。琴美さんも棺桶にしがみついて泣きじゃくってましたし。マサヤの妹か。あの人ずっとお兄ちゃんが死ぬわけないって騒いでて鬱陶しかったな。大好きな兄が亡くなってああなるのも無理はないですよ。お姉さんだって同じでしょ。マサヤがいなくなったことより1000万の借金を捨てる方が大事よ。そりゃちょっと買いすぎたとかは思うけど。何をですか。こっちの話。とにかくユーナさんは金持ちだし一瞬で払うなんて余裕よね。申し訳ないんですが1000万なんて大金無理です。やっぱりユーナさんってケチ。弟が言ってた通り。イクトはなんて話してたんですか。全く高い買い物をしなくて面白みもないし欲しいものを買ってくれないって愚痴ってたわよ。子供ができた時は将来のために残しておきたいだけです。でも義手の危機なんだから肩代わりしてくれるよね。イクトはユーナさんに頼めって言ってくれたし、ということでお願いね。さっきから頼んでる態度じゃありませんよね。私が超絶腰を低くしてるのがわかんないの。それに形とか関係なくない。私だって成人じゃないので払いたくないって思っちゃいますよ。うざ。そんなこと言ってたらあんたの家の前で借金返せってずっと叫び続けるわよ。近所迷惑ですし私が借りてるわけじゃありませんよね。あんたが返すんだし同じようなもんでしょ。とにかくさっさとして。こっちは切羽詰まってるんだから。お願いします。わかりました。直接払いますから振込先を教えてください。ありがとう。後で送るね。あの人に連絡してみようかな。お姉さんの態度がとても気に障ってしまうのは私の心が狭いからなのでしょうか。私はユーナ。夫と二人暮らしをしている32歳の兼業主婦です。昔から貯金が趣味で同じ年代の人よりはお金持ちだと思います。年下の義手は1週間前に旦那さんを亡くしたとは思えないぐらい悲しい雰囲気も感じられません。夫に助けてあげてと頼まれましたがあまりにも大金なのでいろいろと調べてみようと思っています。しかしその間に義手が夫と一緒になってとんでもない暴挙に出てしまうのです。1週間後、玄関で待ち伏せして生卵をぶつけてくるなんてどういうつもりですか。しかもなぜかうちの鍵が開かないし。感謝の気持ちを伝えたの。借金1000万肩代わりありがとう。どんな表現ですか。とにかく早く鍵を開けてください。顔や服が汚れて気持ち悪い。いやー、払い終わったらヘコヘコする必要ないし、私の家から出て行け。何言ってるんですか。あんたはもう用なしってこと。さっさとそこから消えて。夫が許すわけない。残念でした。イクトは離婚したがってるよ。嘘ですよね。信じられないのは無理ないけどさ、ちゃんと現実見な。本当に信じられない。直接聞いてみたら。もう離婚届にサインしたからそれ持ってどっか行け。私がいないと生きていけないとか散々言ってたのに
それはユーナが金を持ってたからだ。でも全部貯金するだけで俺に一切恩恵がないなんて思ってなかった。将来のための貯金だって説明したらイクトも納得してたはずよね。それでも少しは贅沢するのが普通だろう。誕生日や記念日はプレゼントを用意したじゃない。マフラーとかいらないっての。寒いって言ってたから選んだのに。カシミヤや高級ブランドなら喜んでやったよ。ハルミは財布とか時計をくれたんだぞ。誰それ。ああそいつは友達だよ。いちいち突っ込んでくるな。とにかくユーナさんは荷物持って消えて、全部あんたの部屋の窓から放り投げてあげるわ。私の部屋って2階ですよね。ノート PC があったはずだし、壊れるじゃないですか。それは中古品で売っといたから大丈夫。は？手切れ金よ。5万ぐらいで安かったけど、家に持ち帰った仕事するのに使うのに。あと高そうなペンダントもね、他には安物の服ぐらいしかなくてがっかり。もしかして青い宝石がついた？そうよ。それは祖母から譲り受けた大切なものなんです。返して。もう売ったっての。20万の安物だし、いいでしょ。そんなことない。あれはおばあちゃんが結婚するときにおじいちゃんからもらった思い出の品なんだから。うっさいな。どうだっていいわよそんなの。俺たちには関係ないね。荷物と一緒に離婚届もカバンに入れておいてやったから、早く役所に提出してこい。わかった。じゃあ利息と残りはよろしく。は？利息？おい何の話してんだよ。残りって何？聞いてるのか？数時間後。無視しないで。さっきからうるさいですよ。利子って借金のことよね。しかも残りってどういうことだよ。全額払ったわけじゃねえのか。1円も返済してない。は？なんで？言動がおかしいから先に調べさせてもらったんです。どういうことよ。本当はお姉さんが作った借金ですよね。そんなわけないじゃない。でも琴美さんは兄に借金なんてなかったって言ってましたよ。遺産相続の話し合いでも話題は出てこなかったんですよね。あの子が聞き逃しただけでしょ。ご両親にも確認してくれました。それにお姉さんはご両親にも相続の権利はあるのに、遺産は全部自分のものだってごねたらしいじゃないですか。そこまで聞いたの？うわマジかよ。俺も知らなかった。悲劇のヒロインぶってたくせに超引くわ。旦那の借金だって言えばユーナさんが払ってくれるって思ったんだもの。確かにお姉さんが本当に困っているのなら少しは手を貸していたかもしれませんが、私がお金を振り込まなかった理由は他にもあります。態度が悪いとか言いたいわけ？それもですけど、お兄さんが他界した原因もお姉さんですよね。え、それってもしかして？事故に見せかけて歩道橋から突き落とした。そうでしょ？してない。もげはよして。実は琴美さんがずっと事故で亡くなったことを不審がってました。そういえば葬儀の時に誰かと揉めてたとか聞かなかったかって質問されたな。とても慎重な人だから足を踏み外すなんておかしいって思ったそうよ。ドジすることもあるでしょ。それだけで私のせいにされてもね。背中を押された証拠が出てきたって言ったらどうします？え？琴美さんが今日やっと監視カメラの映像を手に入れたそうです。もしかしてそこに姉さんがいたとか言っちゃう？そうよ。今警察に話しているはずだからもうすぐお迎えが来るはず。嘘でしょ。捕まるなんて嫌。マジでお兄さんを突き落としたのか？あいつが借金は自分だけで返せって離婚するって言い出したのが悪いのよ。それだけで他に理由なんてある？誰にもバレないって思ったのに。信じられねえ。まさかそこまでやるとはな。1000万って額がどれだけ返すのが大変かわからないから言えるのよ。どうやって借金を作ったんですか？ブランドのバッグや宝石がたくさんついたアクセサリーを買ったら一瞬よ。なんでそんなに買ったんだよ。友達全員金持ちと結婚してマウント取ってくるからよ。こっちは普通のサラリーマンだってのに。無視しておけばよかったじゃないですか。それができたら苦労しないわ。それにしてもよく貸してくれるところがありましたね。確かそんないい企業に勤めてなかったよな。怖い人たちにも借りたわよ。出所したら頑張って借金返済してくださいね。利息が大変なことになってるでしょうけど。ねえ、それなら借金を今払ってくれない？出てきたらちゃんと返すからさ。嘘つき犯罪者なんて信じないし誰が助けるもんですか。
人手なし、どれだけ利子が増えるか分かってるの？5年牢屋にいると仮定すると金利は500万ぐらいになるんじゃないですか。全部で1500万ってこと絶対に払えない。今言ったのは人殺しをした時の最低懲役年数ですよ。私利私欲の犯行だったので、もっと塀の向こうにいるはずですから、もっと金利は増えるでしょうね。じゃあ10年だったら総額2000万になるの？捕まる前に持ってるものも全部売り払ったらいいですよ。せっかく買ったのに。でも借金が増えるよりは。言い忘れたんですけど、私のペンダントの賠償金も請求します。あと被害届も出しましたから。私何かした？とぼけないでください。勝手に人のものを盗むのは窃盗、それを売ったら詐欺罪になります。私たち家族だし。一緒に暮らしていないので親族相当令は適用されません。嘘でしょ。それとペンダントを売ったお店を教えてください。すぐに買い戻すので20万払ってくださいね。安物なんだから諦めなさいよ。あれは一点物で値段以上の価値があるんです。宝石職人だったおじいちゃんが丹精込めて作ったものですから。マジかよ、残しておくべきだったか。全然反転してませんね。ねえ、お金を払うから窃盗の被害届は取り下げてよ。これ以上罪を重くしたくない。それもですけど、暴行されたことに対してですよ。いつしたっけ？さっき生卵投げつけたでしょ。あれも罪になるの？嘘でしょ。何年塀の向こう側にいることやら。イクト助けて、どうにか罪を軽くする方法を思いついて。俺知らねえし、もう兄弟の縁切るわ。はあ、あのことバラすわよ。それは困るけど。二人が言ってるのってイクトが浮気してるって話ですか？なんで知ってるんだ？気づかれてないって思ってたの？すごくわかりやすかったのに。今まで何も言ってこなかったじゃないか。あなた浮気してるよねってわざわざ言うわけないじゃない。証拠隠蔽されるかもしれないし。そうだけど、でも黙ってたってことは許してくれるってことだよな。ラッキー。そんなわけないでしょ。離婚の準備してただけ。もしかして引っ越す準備をしてたからあんなに物が少なかったの？そうですよ、いくつか実家に送ったりしてました。なんで行くとは気づかなかったのよ。ユナは断捨離が好きだから。先月から調査してて証拠もちゃんとあるからね。慰謝料は300万ぐらいかな。女の払えねえ。拒否っても無駄。裁判でも何でも起こすし、逃げようとしても追いかけるから。嘘だろ、こんなことになるなんて。そもそも隠すのが下手すぎ。さっきも春美って浮気相手の名前を出したし。確かに、もっとうまくごまかせよ。これでバレてないって思ってるのが驚きですよね。あいつと遊びだし、ユーナのことが一番だから、これからも一緒にいてくれ。自分から離婚届渡して追い出したくせに何言ってるんだか。姉さんに浮気をバラされたくなかったら協力しろって脅されただけなんだ。それとユーナを追い出してこの家をよこせって言ってきたんだよ。私だけのせいにしないでよ。ハルミと再婚する、慰謝料払わなくてラッキーとか言ってたじゃない。バラすんじゃねえ。イクトの気持ちはよーくわかったわ。私もあんたと離婚できて超ハッピーだから、明日朝一で届けを出してくる。慰謝料なんて払いたくねえよ。あんたがやったことなんだから反省して。お姉さんも塀の中に入ってちゃんと罪を償ってくださいね。インターホン鳴ってるんだけど、どうしよう、助けて。金も手に入らなかったし、その上犯罪者の弟とかシャレになんねえ。後日だ。義士はすぐに警察に連れて行かれ、有罪判決で18年は塀の向こう側の住人になることになりました。義兄に手をかけたことを一生悔やみ、罪を償ってほしいです。また捕まる前に借金返済をするつもりだったそうですが、持っていたブランド品のほとんどが偽物だと発覚しました。そのため売却してもほとんどお金にならず、結局出所後に返済をすることになっているようです。出てきた頃には金利もあり2000万以上になっているはずですが、一人で返していけるのでしょうか。ただ私のペンダントとノート PC の賠償金と暴行罪の慰謝料は義両親が払ってくれました。なので私が心配することはもう何もありませんね。
また、イクトとは無事離婚が成立し、ハルミさんと共に慰謝料も請求しました。今の給料だけじゃ厳しいからと、夜は道路工事やタクシーの運転手のバイトを始めたらしく、毎日朝から晩までヘトヘトになっているようです。ハルミさんは夜の嬢として前から働いているようですが、あまり売れていないらしく、慰謝料を払うために食事制限などをしてボロボロになっているみたいです。ちなみにハルミさんには慰謝料なんて聞いてないとキレられて振られてしまったそうですよ。それとあれから一度琴美さんと会ったのですが、義兄の無念を晴らせて少しすっきりしているようでした。義兄も安らかに眠ってくれれば嬉しいです。